イキシオリリオン科は、単子葉植物のトガで、エクシュレリアに一族のみからなる、小さな族。かつては、ヒガンバナ科に含まれたため、族の一つにもされたが、遺伝子レベルでの解析による、エペジー植物分類体系では、キジカクシモ目に属す、一エ型のトガとされた。中央アジアに4種1変種が自生する、小さな族である。体幹性の秋植球根で、根元から出る葉は、 非常に、細く、花は4月から5月に咲き、濃い青紫の三型花序で、細い花びらは外に反り返り、俗名のように、ユリの花を小さくした花である。国内でも球根が売られており、花壇、鉢植え切り花に利用されている。日本国内では、ほとんどが、イキシオリリオンタタリクムシャルト、イシャルト、F、1829が普及したが、 対処性が劣るので衰退し始めている。これは体幹性の秋笛球根で根元から出る葉は非常に細く、アヤメ科のイキシア族のように細く外観が似ているため同時に花はユリのようであることから造語でイキシオリリオンと名付けられた。最近遺伝子レベルでの分類によりエペジー植物分類体系を使用して以下の4種1品種に集約された。 エクシャリアッチトロピコス、ありがとうございます。